娘の名前をつけるにあたっても、うん、僕はね信じてないんですよ、占いとか、あ、なんか画数がなんちゃう、画数がなんとかっていうのは、まあ、うん、お遊びでやるのは楽しくていいなと思うんですけども、うん、中学生ぐらいの女の子っていうのは好きじゃないですか、占いとか。そういう時にね、こう見てね、あ、自分があんまりその、なんていうんですか、気持ち的にね、落ち込んでる時にね、画数調べてみたらね、私の名前最悪だった。すごいダメな名前だって、友達にも言われた。なんでこんな名前つけたのって、それでなんか気持ちがくじけていってしまわれたら嫌だったんで、うん、これも7、8冊読みましたね。いろんな流派の生命判断の本。それで、どの生命判断で見ても大体いい名前、絶対に文句言われない名前をつけたんで、マリってつけたんですよ。それもパズルじゃないですか。ええ、もう、そう、いろんなバージョンをこう調べて、はい、こっちがどうだみたいな。もうノートに書いて、もうノートを半冊分ぐらいこう書き出しましたよ。へえ、そう、生まれる前からすげえ時間使ってるんですね。それでもう絶対誰にも。だから例えばうちのマリが中学ぐらいの時にね、落ち込んで、なあ、なんだいい名前なんだ、画数いいんだっていう風になってくれればいいなと思って。だからもう要するに、親が考えうるマイナスな部分を全部取り払っておいてあげたいなと思ったんですよ。ああ